軍でもあるのか。この活躍は語り継がれるぞ。ありがとうな。やっつけるの？本当だ。頭から。行け、ローチ。ちょうだいクリス。はい、どうも。ちょっといいか。女神様を崇めに訪れる巡礼者は歓迎します。もう少し俗っぽい用事だ。何でしょうか。厄介者がいると聞いた。確かモークバーグと言ったか。手を貸してやろう。そうしてくだされば女神様もお喜びに。それもいいが、報酬は金でもらいたい。ご安心を。お金は払います。本当にモークバーグを退治できたとしたらですが。モークバーグを倒した人は何人もいます。でも必ず呪いで蘇ってきました。掲示板には書いてなかったな。みんな知っていますから。だがよそから来た俺には必要な情報だ。女司祭長ウルブ様の呪いです。モークバーグは聖なる園に囚われ、殺されてもそこで蘇るのです。モークバーグってのは一体何なんだ。かつては人でした。スケリッチ史上最悪の男。人の心を持たず、自らの部族の土地を侵略し、ニルフガードの財宝を盗み、身ごもった女性たちを殺し、子供まで。そういう連中は知ってる。彼が恐れるものはただ一つ、神の怒りであると皆噂していました。彼は神をも恐れないことを証明しようとして、ヒンダースワルへ来て女神様の聖なる園を荒らそうとしました。女司祭長のウルブ様が彼を止めようと立ちはだかり、胸を刺されて泥の中に投げ込まれました。彼女の血によりモークバーグは呪われ、怪物に姿を変えたのです。もっと詳しく頼む。最近では怪物にもいろいろいる。俺をそう呼ぶ連中もいる。私にも分かりません。彼を見たことがないのです。でも。なんだ。エイナーに聞いてください。彼はモークバーグと手下たちを見たそうです。悲しいことに、あの日生き残った巡礼者は彼一人でした。彼はラービックにいます。海に出ていなければ船着き場にいるでしょう。失礼する。女神様のご加護がありますよ。愛、憎しみ、強さを与える神々よ。兄に力をお与えください。兄の剣が舞い、ニルフガード兵の首が飛びますように。ほんの一かじりでもいい。一かけら、一粒でも。食い物、食い物。くそ、またか、くそ。女神様の前にひざまずき祈るのです。
見た目通り腕が立つのかどうか。ジョーはこのバカ、もう一回やりやがったら許さねえ。ちょっといいか、船の準備をしてるのは見えないか。ギルフガードとも狩りに行くんだ。もっといい獲物がいる。モークバーグだ。ああ奴を狙ってるのか。答えてやろう。フラヤの名のもとにな。モークバーグが庭園を襲った時、ただ一人生き残ったと聞いたぞ。ああなんとか逃げたんだ。第一母神の加護を扱ったんだろう。女司祭は第一母神に見捨てられたようだな。ああモークバーグは彼女らを縛り上げて一人ずつ喉を切り裂いていった。笑いながらだ。わかるか、奴は笑ってたんだ。だが女司祭長ウルグは最後の力で呪いをかけた。人ならぬ獣め、永遠に獣でいろってな。司祭らしいや。奴はどうなったんだ。信じられないことに、奴の体から獣の毛が生えてきて、口が尖って犬や狼の鼻面みたいになった。長いこと嘆くように吠えた後、自分の手下に襲いかかった。手下たちは逃げたが、奴は稲妻のような速さで追いかけた。手下たちの首に噛みつくと体が灰になった。本当だ、奴の牙の間から灰がこぼれ落ちたのさ。まずいな、呪いが相当複雑に絡み合ってる。第一母神の力ってやつさ。女司祭たちを助けなかった、なぜだ。たった一人で賊の集団相手に立ち向かえるわけ。なんだその目は。スケリッジ人は名誉や勇敢さを重んじるんだろう。それが一目散に逃げ出した。釈然としない。恥ずかしいとは思ってる。あの日以来、海で名誉ある死を迎えたいと思っているが、女神が俺を招いてくれないんだ。今はまだな。ありがとう。女神の加護があらんこと見張っているからな。水路を開いたら下に降りてみよう。レバーで水路の門を選び、もう一つのレバーで操作する。よくある仕組みだ。鍵、ラマンド、鍵をどこへやった。木箱、聖堂に全部入れてある。ただ鍵だけない。鍵どこだ。なぜ黙ってる、ラマンド。コソ泥、ペテンシエ、腐ったれ、役立たずのゴミ野郎め。鍵を手に入れてやる手など借りない、バカめ。出ないぞ。
話す気になったか。話せるのは今だけ。そういう呪いだ。俺を凶暴化させ疲れ果てるまで噛みつかせる。俺が血を失い蘇るまで まだ時間がある。いいか、よく聞け。呪いを解け、解放してくれ。そうすれば礼はする。何か礼をすると言ったな。奪ったものはほとんど逆台に消えたが、一つ残ってる。本物の宝が隠してある。助けてくれたわ。くれてやる。人狼の生活は楽しくないのか。最悪だ。くせ、腐ったれが底辺に閉じ込められ空腹が耐えられない。何を食っても全部灰になる。食えないし、飲めない。死ぬこともできずに当てもなくうろつく。この上は地獄だ。俺は自分の肉を食う。たった一かちりが俺の喉を焼く。熱いタールのように。永遠の空腹か。古典的な呪いだな。どの死体も手つかずだった理由はそれか。助けろ。出なきゃ戻ってきてお前をズタズタに引き裂くぞ。何か考えてみよう。考えて実行しろ。さもないと蘇るぞ。もっと簡単な方法を思いついた。モクバーグ、俺の意志でこれをお前にやる。食ってみろ。灰になるんじゃ。それはやってみないとわからん。さあいい子だ、やってみろ。くそ、またか。くそ。ではな。また会おう。下からの風、洞窟か。
から落ちてきた骨、何年も前だろ。いや、フラヤに栄光を。嘘だな。なんだと、第一母神のちぶさに誓って俺が。信心深いふりをしても無駄だ。お前はモークバーグの一味だったんだろう。頭が切れるようだな。だが何か忘れてないか。こいつらは全員俺の手下だ。武器も持ってる。紹介してやろう。俺はウィッチャーだ。正義の裁きを下しに来たわけじゃない。俺の過去をほじくり返して何の真似だ。呪いを解くために庭園で何があったのか事実を知りたいだけだ。なんでそんなことするんだ。あのクソ野郎はラグナロクまで苦しんで当然だぞ。やると言ったらやる。俺もよく同じことを口にした。あの野郎とヒンダースバルへ渡るまではな。俺も残酷なことをやってきた。誰でも斧が向くままに殺したもんだ。でもあの女司祭たちは俺ですらひどいと思ったよ。全てが終わってモークバーグが仲間と酒を飲んでた時、俺はこれを取り出した。狼の牙の首飾り、ルーンがついてるな。村の祭司だった親父からもらった。この牙で傷をつけた相手は死ぬより恐ろしい運命に苦しむと。本当にそうなったってわけだ。それでその呪いを解く方法は。これを身につければいいだけだ。だが渡せない。あのクソ野郎は苦しむべきだ。女司祭たちはどうなる。庭園を取り戻せる日を心待ちにしてる。お前も借りがあるだろう。わかったよ、持ってけ。だがただでは渡せない。代わりにお前の過去は誰にも話さない。約束だ。それはどうでもいい。話したらお前を殺すだけだ。モークバーグは人間に戻ったら絶対に逃がすな。
絶対にだ。見た目通り腕が立つのかどうか。ああ。我々の斧は壊れませんよ。族長に言って彼が責任者よ。お前なら、できる。解放してくれ。ほら、これをつけろ。今なら、もう持ってる。ふざけてないで、さっさとやれ。ついにやった。酒場はどこだ。豚の丸焼きか。いや、うまい牛肉を樽いっぱいのビールで流し込むぞ。そして海に出る。みんな俺を忘れてるだろう。一発かまして思い出させてやる。ノビグラドで、他の場所で、また大暴れだ。前途洋々だな。だがその前に報酬だ。ああ、忘れるとこだった。ああ、よくあることだ。落ち着けよ。約束は守る。いいか、まずノビグラドのビッツへ向かい、金貸しを見つけろ。そいつにモークバーグがよろしく言ってたと伝えれば、俺の感謝の気持ちがわかるだろうよ。じゃあな、海が俺を呼んでるぜ。ごきげんよう。今度はどのようなご用でしょう。モークバーグについて聞きたい。報酬をもらいに来た。ではまさか本当に。モークバーグはもういない。嘘だったら金は返してもいい。
その言葉を忘れないで。愛、憎しみ、強さを与える神々よ。いらっしゃい。質入れか買い物かい？モークバーグがよろしくと。俺とモークバーグのことは誰にも言うな。そんな奴は知らん。